こんにちは、MJ の単位戦を打ってます。ドラはスーピンになりました。プレイヤーはなんちゃです。単位戦でトップ取ってレーティング、またはまあ争奪戦ですね、まあ、そのあたりを目指して、まあ、楽しいので打ってると。右に帝王いるんですが、私は竜になったので飛車と王の争いからは抜けました。これはゴロ落ち、ゴロ落ちでせっかく揃ってるんで、ピンズがドラがスーピンだし、なんか、ウーピンとか、ローピンとか、スーピンとか、サンピンとか、そのあたり引いてほしいです。チーピン引いた時だけ即リー。あ、これいいね。なんか真ん中の牌を2枚ぐらい持っといて、くっつき転牌。ドラのスーピン付近とウーマンを抱えてくっつき天敗に振りたいところ、定番の打ち方で、あとは両面にくっついてくれるかなんですが、ちょっとツモが良くない。親は左、上がトンをポン、ただトンポンしてんのに薬杯切ってるし、染めてちゃんたみたいな変則手じゃないですね。まあ、ソーズが切れてないので、ソーズは少しあるかなと。まあ、真ん中に寄せて。パーソーを引いたときはダメですが、ちょっと、テンパイ遅すぎるな。くっつきテンパイが2巡目だったのに、6巡無駄相撲。上は、ソーズじゃないですね。パーソーツモギリ。それでリーチ。メンピン。イーペーコー。上はニナキシタ都合上なかなか降りづらいし、親もリーチ後にポンってことは前に進んできてるんで、まあ、上か左か私の戦い。右は折りでしょう。プレイヤー上がりきることはできるのか。まあ左の親はドラを切ってるんで、もう転敗してる可能性あります。あとはどっちが当たり牌掴むか。2000まあ安いですね。お、上が私の当たり牌全部がめてる。これリアルの麻雀だと上がチラッとこっち見てくるかも。お？筋で押さえるって基本なんですけど。リーチが来たら、まあ大体両面待ちと読むので、自分のあんこ筋なんていうのは他の人欲しいわけで。まあ筋で押さえた結果、たまたま本当に当たると。そうした時に、まあ、やっぱりねっていう必殺技が使えます。やるかやらないかは、あなた次第。ですけど、やっぱりね、そこか。やっぱり。そうだと思ったわもありますね。やっぱりねと複合系で、合わせ技で。やっぱりね、そうだと思ったわ。そこだと思ったわ。で、自分の手をこう、開いてるんで。まあ、使わないですけどね。仲いい友達だったら、気の知れた友達だったら、まあ、わからないけれど。親なんですが、このクソハイパイ。上はトンを貫するぐらいなんで、かなり攻撃的。ただ、そういう相手には先制リーチが効果的。右と上が変則ですね。捨て牌が変則で、左と私は普通のピンフケ。暴走切ってパーソーポン。クイタンでもなさそうですね。クイタンの捨て牌じゃない。トイトイ。まともに真ん中に寄せている、カンちゃんを両面に寄せる捨て牌じゃないので、トイトイ系かなと。トイトイ。全くは、トイトイなんて読めないんで、ただ。
なんだろう、はてなマークです。上は、トンドラ1、2、6。まあ、トンを関するぐらいなんで、もうちょっと加点はあると思います。ドラが何個入ってるか。ただ、いずれにせよ読めないですね。ポンポン。まあ、トイトイ4かなと。トイトイに付き物なのは自敗なんで、自敗トイトイっていうのは定番なんで、なんとトンか。まあまあ、トイトイのみって結構珍しい。あ、ドラドラか。やられた。まあ、トイトイイコール、自敗トイトイ、またはトイトイドラさん。これ定番なんで、トイトイのみ、ロン、トイトイのみってなかなかないんで、そもそも、狙わないし、トイトイのみだったら。なので、まあ、自敗のトンかな、と。思ったんですが、ドラのパターン。シャボ待ちは正直読めないです。これはもう点数欲しいし、パクドラ4。あとは、パクポンするときにここをいかにスッキリさせておけるか。重いく、さあこの範囲に反応する。ここはスルー。プレイヤー。これでリアンシャンテン、まあ、面前で行くならイーピンと吐くオーポーン。ここは8000でオーラスに望みをつなげるような上がりを吐く。ドラ4、赤ウーマンとか持ってくるとハネマン。 G、 もう60以内にこういうのはさらっと上がりたいです。リーチ来て、お当たり牌のめく、巡り合わせ、引き合いは、避けたいんで、60以内に入る、ロンと。想図が高いですね。おお、出てくれた。まぁ、あ、ちょっと左はへこんでる人なんで、右か上からのロンだと、この曲で2ちゃんに上がったんで、ちょっと不満足ですが、まあ上がれたので、まずはいい。4100点、52で、おお、いいね。単品ゴロチが見える。単葉三色、52、OK。リーチ、タンヤを26。それでもリーチかけます。裏、ツモ、直撃、条件。ユーマンから引いたらゴロチ確定なんで、ちょっと、少しほぐさないと、ここを2つの両面にして、ちゃんとはこいつで。上がドラポン。早く二つの両面にして、ここをちょっとスッキリさせないと。一体どんなドラマが待ち受けているのか。ここは私は攻めやすいですね。ロン、ハク、ドラさん食らったところで、一人へこみいるんで、三茶が三茶になるだけ。おー、最高のハイヒーター。ユーマンから引きは闇で、三夜を三色、52でトップ。急走引いた時にどうするかっていうのが問題です。ユーマン引きはいいんですけど、パーマン引いた時はちょっとリーチ、三夜で、勝負行こうと。急走のロンだけは嫌だなぁと。おぉ、ちょっと待って待って。リーチ、ドライチか。いや、ちょっと。トップ確定いく。あっちゃー。いやー、普通にリーチ、ドライチ、26リーチかけてた人は正解です。
コロチの確定、トップ確定の上がりを見たんで今ロン食らったんですが、2茶確定でいいやという判断ができた人は勝ちです。まあ勝ちですというか、あの後上がれるか知りませんけど、3茶で、まあ、負けですね。8000、12000振り込んでる時点で、トンプー戦で、そんだけ支出をしてしまうと負けです。これはまた悔しい。しかも、ああしておけばっていう、打った直後に、ちゃんと思いつくので、なおさら悔しい一曲です。まあ、今回も4番見てくれてありがとうございます。ぜひ、次回見てもらえるように、また頑張りますので、見てやってください。ありがとうございました。